ゴールデンライオンタマリンは、哺乳サル目、オマキザルカライオンタマリン族に分類される猿。ブラジル固有種体長25から31センチメートル。おな31.5から40センチメートル。体重0.6から0.9キログラム。マーモセット赤最大種。頭頂部や、頬、頸部の体毛が、縦紙状に伸長し、ライオンのように見えることが、名前の由来。 全身の毛衣は光沢のある赤みがかった黄色で名前の由来になっている。種商名ロザリアはバラの縫い。ライオンタマリン族の多種を本種の種とする説もある。熱帯雨林に生息するが開発に伴い熱帯雨林が減少したため虹林にも生息する。中高生で夜間になると軌道などで休み数年にわたり同じ軌道を用いることもある。 200ヘクタールの行動圏内で生活する。1頭のメスと主に2から3頭のオスが含まれる2から11頭の群れを形成して生活する。植生は雑食で、果実、花の蜜、樹脂、昆虫、陸生の貝類、カエル、トカゲ、鳥類の卵などを食べる。繁殖形態は耐性。7翌3月に1回に2頭の幼獣を年に2回に分けて産む。 寿命は15年以上。生息地では食用とされたこともあった。開発による生息地の破壊、ペットや展示用の乱獲などにより生息数は減少した。ポソダンタ生物保護区の指定、飼育か繁殖させた個体を再導入する試みが進められ、生息数は増加している。1960年代の生息数は200頭と推定されている。 ありがとうございます。